はい、こんにちは。今日はですね、キャノンの EOSKISM2 でデジタルズームの設定の方法を説明したいと思います。で、この EOSKISM2 にはデジタルズームといって電子レベルでズームする方法があります。で、そのズームが 3倍から10倍に拡大ズームすることができます。ですので、ズームしたい場合は、ズームレンズがあれば一番綺麗に撮影できるんですけども、でも、標準レンズしかなくて、ズームしたいっていう場合は、それでデジタルズームができます。その設定の方法を説明したいと思います。この上のダイヤルをまず、動画の設定にしてください。そして、メニューってボタンを押してください。そうすると、こういう画面が出てきます。カメラのアイコンを、 この充実機で選んでもらって8番ですね。こうやって左右に動かして8番に選んでください。そうすると2番目のところにデジタルズームっていうものがあります。ここをセット OK をしてください。そうすると右の方ですね。こちらを選択してください。今3倍にデジタルズームされております。3倍から10倍にズームできるので、さらにズームしたい場合は、ここの w T って書いてますよね。ここを押してください。そうするとこういう画面が出てきますので、この T を押すとだんだんズームになっていきます。で、これで10倍ですよね。MAX なので。このように WIDE にすると3倍まで戻すことができます。まあ、このようにしてデジタルズームができますので、どうしてもズームして、 ちょっと撮影したいっていう場合は活用できるのでぜひ覚えておいていただければなというふうに思います今日の説明は以上ですぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました